はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思うんですが、皆さんね、ご覧の通り僕のですね、データが、全て消えてしまいまして、左上のね、僕のこのアイコン見ていただければわかると思うんですけど、A スクワットの、称号もね、なくなってしまいました。はい、A スクワット自体は、かろうじてね、ギリギリまだあの首というわけじゃないので、首になったわけじゃないんですけれども、とりあえずね、全データが、消えてしまったということで、もうね、あの武器スキンも、何もかも全てなくなりました。はい、約ね、100万円課金したアカウントが、消滅したということで、僕もね、ニューステイト引退したいと思います。はい、皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、冒頭茶番があったんですが、皆さん安心してください、僕のアカウントは無事です。ということでですね、なんで僕がね、こういう、釣りタイトルと釣りサムネを使って、みんなのことをね騙す必要があったのかというとですね、2月9日、明日ですね、明日から、ツイッターのですね API というものが、有料化になるということで、一時ね、全ての界隈で、話題になったんですけれども、なんでねこのゲーム界隈で、それがね話題になるかというと、ツイッターでですね、データを連携してる人のアカウントってどうなるのっていうね、疑問がみんなの頭の中に出てきたわけですよ。はい、このね、アカウントをツイッターでね連携している方は、その API が有料化することによって、多分ユーザーには、そこまでお金がかかるとかはないと思うんだけど、企業側だよね多分、知らんけど、運営さんがお金かかるの嫌だから、そのアカウントをさ、復活の手立てが、あるかもしれないんだけど、なかなかめんどくさいことになりそうなんで、皆さんはですね、ツイッターのみで連携している方は、一旦ね、そのツイッターのみならず、なんか他のやつでもね、やった方がいいんですよね。ちょっと設定ボタン開くとさ、これロビーに行かないと、ダメなやつだ。見れないんで、とりあえずね、一戦やって、もう一回ロビーにさ、戻ってさ、ほんで、ちょっと確認しましょうか。はい。ごめんなさいね、皆さん。ちょっと焦らせちゃって。はい。僕もさ、マジでこのアカウントがなくなったらもう本当にさ引退考えないといけないんで、それぐらいにですね、アカウントって、自分の命じゃないですか。もうアバターだからね。アバターっていう映画知ってる？本当にあれみたいな感じなんだよね。もう一人の自分みたいな感じなんで、このアカウントっていうのは。だからこのアカウントの死イコールね、もうゲーム内での僕たちの死が確定してしまうんで、 SAO の世界の可能性があるんですが、ソードアートオンラインのキリト君もびっくりのね、デスゲーム感がもうついにね始まってしまったわけですよ、ツイッター社から。ツイッター僕嫌いになってないんで、本当にやめてください。僕のアカウント凍結させないでください、お願いします。はい、ということでね、なんかそういうさ大人の事情っていうやつが、ありそうなんで、とりあえず黙って子供はさママのおっぱいでも吸って寝てろということでね、皆さんに紹介したかったわけです。はい、なんでね、僕がサムネとね、タイトルと、いろいろね、その他もろもろで釣ったのはみんなのためを思ってなんで、許してくれてもいいじゃねえか。たまには毎回釣ってごめんな本当に。多分みんなはさもう騙されないと思うけどさ、いや本当に気をつけてっていう注意喚起動画なんで、逆に褒めてほしい。僕がね、釣ったことに関して逆に褒めてほしいまである。みんな拍手喝采待ってます。はい、ということで、今回はね、ニューステイトの初期スキンどもを使ってさ、ドンカツ取りに行こうと思うんだけど、シンプルな構成で行くか。M4 とね、ミニとかいうさ、もうめちゃめちゃ進歩な、構成でね、やっていきたいんですが、別にシンプルでよくね、普通に。見てこれ。全然さ、課金しなくても、は？おい、ちょっと待てよ。見ちゃいけないもの、見えちゃってんじゃん。カットしよう。はい、ということでね、皆さんは何も見なかったということで、一旦、初期スキンでね、
まあ、やっていきたいというふうに思います。はい。ほんと汚い大人やで。あ、これがですね、まあ、ニューステイトの初期スキンなんですが、正直さ、服なんて着る必要なくて、もう鼻からこれでよかったよな。ほら、かっこいいじゃん。サンヘル白くてさ、で、おパーイでかくて、もう何の文句もないじゃん、正直。何の文句があるんですか、ということでね、マジでさ、ニューステイトってスキンなしでさ、全然かっこいいさ、神ゲーだったんで、まあ、僕もね、これを機にさ、やっぱ課金とか、まあ、そういうのね、考えさせられましたね。うん。まあ、なんか、いつかさ、ゲームって、必ずね、終わりがあるんですよ。まあ、このニューステイトを初めてね、まあ、始めた、まあ、アプリとして、まあ、本格的にね、参戦してきた皆さんは、まあ、わからないかもしれませんが、ゲームにはさ、絶対終わりがあって、サービス終了、通称ね、サシューってものがあるんですよね。なんで、まあ、いつかは絶対終わるんです。うん。まあ、まあ、荒野がね、まだ続いてるから、ちょっとわかんないかもしんないけどさ、まあ、バトロワもさ、もうどん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 さ、サシューしてってるじゃないですか。だから、まあ、いつかはね、必ず終わりが来るんで、まあ、人生と同じなんで、だから、まあね、まあ、今を楽しむのもいいんだけどさ、今を楽しみすぎて、将来貯金できてなかったら、老後2000万問題はどうするんだということでね、ちょっと僕はその辺の詳しい事情、ちょっとよくわかんないし、よくわかんないこと話してもよくないんで、まあ、とりあえずその問題は一旦置いといて、やっぱりね、お金の使いすぎってよくないと思うから、まあ、課金もほどほどにな、みんな、本当に。まあでも僕はさ、相変わらず、まあ欲しいガチャが来たらね、ガチャ動画出して、まあみんなのこと煽り散らかそうと思ってるんで、まあ僕のね、動画を見るのはやめてください。いや、嘘見てください。いや、マジで見てください。もう本当に、みんなだけが頼りだよ。お願いだよ。応援してくれ。ちょっとさ、明日はね、明日で、ちょっと問題動画ね、投稿する予定なんで、もう必ず炎上するんで、そこだけね、許してください。あ、ちょ、待てよ。なんでこれついてんだ、もうちょっと、言ったもんや。言ったなかったことにしよう、これも。もう、すべて自分に都合の悪いことはカットするんで。これが、もうね、ゲーム実況者の悪いとこだよな、本当に。怖い、怖い、怖い。もうみんなもこんな大人にはならないでほしい。自分の非を認めましょうよ、ねえ。さ、ということでね、フェーズ2になりまして、アンチめちゃめちゃ遠いんで、一旦ね、まあ回復決め込みつつ、アンチ向かっていきましょうか。うん。たまにはさ、なんかああいうさ、ごちゃごちゃした、なんか派手なさ、スキンを着ずにさ、こうやってさ、シンプルな格好で遊ぶのもさ、また一興だよな。なんかこうやってさ、なんかニューステイトの新しい楽しみ方っていうのを、まあ、日々模索してやっていかないとさ、まあ、僕みたいにね、動画実況を毎日毎日撮ってるプレイヤーにとっては、退屈な日々になっちゃうんでね。まあでも日常っていうのはさ、まあなんかその、失って初めて大切さに気づくというか、まあ僕もね、まあ実際に、まあ、スキンをなくなった体で撮ってみて初めて気づいた。もしさ、自分が、いや本当にね、アカウントがなくなったとしたら、どうしようって、ほらね、バイクのスキンとかもないわけですよ。もうこれはさ、相当悲しいよな。うん。物寂しいわ、ほんとやっぱ。スキンって大事なんだなって思いましたね。まあだから、ニューステイトの運営さんがね、なんか、毎週毎週さ、なんか、スキン出してさ、金儲けしようとするじゃん。でもそれも実は必要なことでさ、まあ企業にとってお金が必要ってのもそうなんだけど、みんなにとっても、スキンっていうのは、めちゃめちゃ大事なものだったんですよ。その大事さに気づかせてくれたね。まあ、ニューステイトおよび、まあ、ツイッター社および、まあ、僕の動画に感謝してください。はい。日々そうやって感謝をすることによって、まあ、人間はね、次の、ステージに、到達できるのかもしれない。ちょっとね、難しいこと言ってるのかもしれませんが、まあ、皆さんね、わからない人はもうわからなくていいです。はい。僕の動画なんて、もう 99% の人が分かってないんで、まあ、そういうことなんですよね。で、ちょっと待って、AUG とかにもつけてみる。ほら、AUG もさ、スキンついてねえじゃん、マジで。どうしようかな、M4 じゃなくて AUG でいっか。うん。ストックないんで、AUG に変えたと。ということで、まあ、臨機応変にね。びっくりした。は？は？何それ？どっかいるか？なんか銃声マーク入ってないんだけど。どういうこと？おかしいよね、今の。銃声聞こえたの俺だけか。いや、絶対違うでしょう。ホラー現象が起きてしまったやん。はい、始まりました。
深夜に動画を撮るとなんかそういう現象起きるんで、マジで気をつけましょう。この辺空いてるから気をつけたいな本当に。いやホラー現象じゃなくて多分絶対人いるんだよな、なんで銃声マーク出ないんですかということで、ちょっと謎なんですが、まあ、そんな謎にはね一切言及せずに、難しいこと考えずにシンプルに遊んでいこうよと。さあセルフ AED もセルフで拾って、で一旦まあ鎮痛剤決めて心落ち着けますか。はい、いやマジでさ、まあ後でね紹介するけど、いやみんなさ本当にツイッターだけで連携してる人はガチでね連携を増やした方がいいですよ。はい、ということで、まあツイッターの連携自体を外す必要はないと思うんだけど、まあ外してさ別のやつに切り替えるっていうのが、まあ、一番安全なのかもしれない。ちょっと分かんないんでねその辺ごめんなさいね、僕もリサーチ不足で、まあ、まだねどんなことが起こるか分かんないんですよね。まあ結局2000年問題と同じというか、なんか2000年問題もさ、なんか全ての機械が止まるとかさ言われて結局止まんなかったじゃん、まあ、そういう感じあるんだよな今回のも。いや今回のはまあどうなるかは分かる人には分かってると思うから、まあ、そういう問題でもないんだよな。まあでも、まあ、似たようなね雰囲気あるんで、まあ、皆さんもねとりあえずこの動画を見た人は、まあ、必ずね、その辺をまあ意識してもらいたいというか、うん、簡単にできることだからさ、その手間を省いてさ、なんかもったいないじゃんね。でちょっともうレッドフレア打つのやめよう。レッドフレアは大人の事情で打てなくなりました。いやここはちょっと拾っておく。大人の事情なんて関係ないんだよ子供たちには。俺は子供たちにさ夢を与える仕事してるから、これ仕事とか言って、おいおいおい、大物 YouTuber ぶるなと言ったらそれまでですが、とりあえずあいつしばこうか。さあ腕が見えてるよ腕が。ちょっと待て、ミニ難しいじゃねえかマジで。待て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 、やめろ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 、どっか行っとけ。とりあえず一旦ここは大人の都合でそっち打てないのか。これレッドフレア弱いな、真上にしか打てないのか。これちょっと戦略性ないね正直。これはいかがなものかと思いましたね今ね。いややっぱりさレッドフレアを斜めにぶっ放して敵の上空に物資呼んでさ、で敵をさおびき寄せるっていうムーブ、やり合わせて魚振るっていう、そういうムーブもかましたいのにさ、真上にしか打てないのはこれちょっと弱いですね。レッドフレアの弱点というものを、まあ、見つけてしまいましたね。残り生存人数はラッキーセブン。とりあえず左回りでちょっと行きましょうか。はい、上を取りつつね、まあ、バトロワの基本に徹しつつ、でまあスキンもね、まあ、基本のスキンを着て、まあ、基本に忠実にみたいな、左手は添えるだけで行きましょう。はい、で右手も添えるだけにしといて、でエイムもリコイルも全てを天に任せて腰打ちをかましていくと。それがまあ最強なんですよねニューステイト。結局ね腰打ち最強マンジゲームなんで、これとか言ってると怒られるんでやめましょう。はい、腰打ちだって使えないよこんがりってね、腰打ち大嫌い2期が怒ってくるんで。はい、なんでとりあえず、まあ、そんな2期どもをね分からせるべく、僕は ADS をしっかりと駆使して芝居ていくわけ。待てよ、敵いなさすぎんだろさすがに。全員イモリ2期か。これはイモイモが好きですね。怖いでちゅね、怖くて怖くて家から出れないんでちゅね。いました、あいつしばこうか。とりあえずあいつ頭ってしばきたい。止まれ止まれ止まれ、あいつもうスキン思いっきり着てんな、マッピンクの。そんなマッピンクちょっとさ目立つよと、目立ってるね。さあ岩裏か、ちょっとわかんないけど岩裏とあっちにもいたな今。あ、スキンがあると目立って目立って仕方がないんだよな本当に。だから結局スキンは雑魚ってこと。スキンを着ずに裸一貫でさ戦うっていうの、これがまあこれからの時代大事なのかもしれないマジで。とりあえずさピンクスキンニキどこ行った。いやネキかもしんないな、ピンクスキンネキ。ちょっとネキがいると思うんでこっち警戒しとこう。うわー、いやマジで怖ー。いや本当に出てきてくんないマジで。早めにしばかないとさ時間ないから。ちょい待ってくれよ、君にそこまで時間をかける、まあ僕はつもりはなかったんだ。早めにしばきたかったんだけど位置を見失ってしまった。
いやめんどくさいですね。フェーズも縮むんで、それ以上ネキにかまってる場合はないんで。開いた。はい、ピンクが丸見えです。はい、丸見えちゃんです。いやピンクは目立つからやめとけって言ったよな。あと残り4か。あー、とりあえずマンチ入ろうかな。いた。なんか心なしかさ、なんかいつもより、なんかやっぱエイムしづらいわ。スキンってやっぱ偉大だったんだ。スキン外しただけで命中精度がマイナス 50%。 まずいこれ。ドンカツできるかな。正直スキンを外しただけでね、ここまで精神に、まあ影響があるとはね、まあ思いもしませんでした。はい、これは予想外ですね。さあ、ということで、まあ、スキンがね、まあ、与える、まあ、精神状態の異常についても、まあ、検証できたところで、まあ、あとはドンカツを取るだけの簡単なお仕事。さあ、僕はスキン着てないからさ、目立たないぜ。一旦さ、ブレイプラーに切り替えてやっていきましょうか。さあ、どっからでも来てらっしゃい、いらっしゃい。もう全然怖くないから。恐怖に打ち勝つっていうのも大事なのかもしんない。僕はね、このね、試合を通して、まあ、学びました。はい。まあ、スキンに守られていたんだなと。スキンっていう外角に覆われて、中身はぷよぷよだったんですよ。でも今回ね、そんな中身がぷよぷよが出てきてしまった、まあ、おかげで、まあ、ちょっとね、弱い部分も見せてしまったんですが、こっから始めましょうよ。僕たちのニューステイト生活を。ということで、こっち多分いないんだよね。こっちから来るよな。うん、来てるね。来ちゃってるんで、まあ、ここはもう動かざるごと山のごとし決め込んでいく。あと生存人数3人なんで。さあ、右側もいるかな。ちょっとわかんないけど、いないかな。右はいなさそう。あ、目の前でやってんだ。はい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 、やり合ってください。で、僕は、とりあえず君は芝居とく。で、もう君も芝居ておく。さあ、ダブルキル。まあ、最後はね、まあ己の力で、まあ、ドンカツ勝ち取りますよ、そりゃ。人になんか任せてられないんで。はい、ということでね、皆さん最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。まあ実際ここからが本番みたいなところあるんで、まあ、皆さんにね、まあ、設定についてお見せしたいと思います。少々お付き合いください。まあ別に簡単なことなんで、まあそんなさ、見る必要もないんだけどね。この動画自体、まあ、見る必要全くなかったんですが、まあ皆さんにね、最後伝えたいと思うんですが、こちらのですね、まあ、設定かな、今ね、ツイッターに連携マークが出てるんですよ。右側になんかロックのマーク、はい、キーチェーンマーク出てるんですけど、これが連携マークですね。まあ僕はアップルでも連携してるんで、まあツイッターがおだぶつしても、まあアップルでね、ログインすることができますから、このアカウントに。まあ皆さんもツイッターのみでね、連携取ってる方は、まあ絶対ね、まあ Google なり Apple なり Facebook なり、まあ自分の好きなやつをね、連携させておけばいいんじゃないでしょうか。はい。まあこのツイッターをね、わざわざ外す必要は僕はないと思うんで、まあ怖い方はですね、このカスタマーサポートに聞いてみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。